皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルネ王国の日々アプリの方を進めていきます。現在霊眼の一種かな。いつも通り読み方がとても難しいんですが、こちらのイベントをやってるのでね、このイベントの話もしていくんですけども、私だいぶ空いてますよね。いろんなイベントありましたね。ざっとお話します。はい、セールが来た時にね、いろいろ安く買ってるんですけども、ストーリーを再生リストからねずっと追いかけてくださってる方はちょっと時間を飛ばしてみてください。最初はねイベントのお話をさせていただこうと思っております。こういうねおまけがついてる時にプレミアムに入ると本当にお得ですよね。で、ちょっと前ですけども、フェルタの話をしますと、86位でございました。まあ、この時は200位以内に入ればね、アイテムもらえたので、ポイント報酬の方も、ランキング報酬の方も、まあ、欲しいものは手に入れることができましたね。はい。他にもね、いろいろイベント飛ばしてるんですけども、まあ、こちらのね、今やってる男女イベントの1個前の、ちょっと簡単な方の、探索イベントかな。これはねちょっとサボりまして、久々にやらなかったですね。ほぼやらなかった。ちょっとはやったんですけどね。お衣装は取ってません。ランキングも全然いってない。1000何位だったかな。いつも100以内は一応入るようにはしてたんですけども、ちょっと休憩させていただきました。ここら辺取ってないと思いますね。はい。ただ本当にすごく簡単な探索イベントだったんで、始めたばっかりの方もねクリアできるんじゃないかなっていうような難易度だったから、まあ、こういうイベントはねやっぱ新規さんのためにも必要かなと。いっぱいもらえるしね、イベントやるとね楽しいからありがたいですよね。で、まあいろいろと飛ばしてるんですけども、今の話に戻りましょう。今回はね海賊風のものがいただけるみたいで、イベント衣装はね1個落ちてます。ゲットしてますので、今ロキ君に着せてます。で、魔結晶のやつはノバラのやつ、これ前に持ってたような気もするんだけど、もうちょっと確認してないですね。はい、魔結晶交換しないといけなくて、で今回ガシャをね、私この前の探索イベントは引いてないので今回引きましたので、そちらも見ていただきたいと思います。はい。で、ポイント達成報酬にこのバンダナ、緑色のバンダナはあったけど、このドクロマークのついた黒っぽいやつは持ってないので、これは絶対に欲しい。ポイント達成報酬はどこまで行けばいい？こう見ると3万ポイントでいただけるとのことなんで、ここは行かないといけないですね。今どこまで行ってるんだろう。で、ランキング報酬がまあ1位、2位、3位ととても豪華で、5位までは2種類で、10位まで、いや違います、20位までがトライコーンのお帽子。このお帽子欲しいですね。20位以内がかなりの激戦区となっております。で、100位内に入るとドレスいただけるので、100位内ここのねボーダーラインもかなりの激戦区でございます。なかなか難しいよっていう方もね、7位の特賞とかゾロ目賞もあるから、私一回111位で衣装を取ったことがあります。あ、今回ダメだったなと思った時に衣装ゲットしてたんで、あ、神ってるなって思ったことあるんで諦めないでください。今どこまで行ったかな。あー、ちょっと3万ポイント行ってないで、もう一回ちょっと探索イベントね行かないといけないですね。ランキングはさっき言ったとこだから微妙な感じだけども、私の名前の下に最終誘いにキャンセル、これそうだね、ちょっとね最近ちょっとみんなしつこめで、兄弟多いとかね、結婚しても家族が多い人はお話ししに来てくれるからね、ちょっとお友達多い人とかも大変かもしれないけど、まあ、心を鬼にして用事あるって言えばなんとかなるかな。昔はあんまり話しかけてこなかったんで、話しかけてほしいっていう声を聞いて応援させてくれたんですけども、まあ、ちょっとね家族愛が今強い状態なので、まあ、またいろいろと調整が入るとは思います。はい、ではガシャの方を引いていきたいと思います。今回は、どっちがいい方ですか。緑色の方が 30% ブーストで、ちょ見たことないデザインじゃない。
いや、私最近でも当たってないからね、わかんないんですけど、3% なんでね、なかなか当たらないかもしれないけども、当てたい。前ね、ものすごい神びいちゃったんで、あっこで運を使い果たしてる。さあ、出てこい。お願いします。これは違う方。緑色じゃないからね。これではない。はい。イオ月光石。月光石溜まったらね、交換できるかもしんないね。あと何個だったかな。もう一回月光石来てくんないかな。月光石か、星音の武器。月光石、いいよ、いいよ、いいよ、いい感じ。オッケー。うん。これも嬉しい。ああ。これはもう武器来ないな、ここは。オッケー。ベゴラは嬉しい。ちょっと待って。あ、73個か。いや、もう引いちゃおう、引いちゃおう。うん。いきます。お願い。エリック。これ武器入ってないパターンっていうのもあり得るからね。はい。はい。これはやばいな。あ、かぶったよね。で、さっきもこれじゃなかった、ガンじゃなかった。ということは交換される。さっき70何個あったから、あ、いったんじゃない？ 80。 そうだね。 OKOKOK。 来た。ごめんなさい、来ました。すいません、ありがとうございます。育てます、これ。あ、こんな時に通知が来ちゃった。当たりました。20連できました。ありがとうございます。で、前回ね、走ってないって言ってたんで、こっから頑張ります。 OK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 。 あ、やっぱりね、持ってるから交換だ。あ、もう81個あるんで、次のイベントの時はもう交換できるんで、クーポンは温存できます。ありがとうございます。ではね、育てていきたいと思います。はい、皆さん、やっぱり私はシャードが常に足りない。そう、サボっている人はシャードがないんですね。前回のイベントちゃんとやればシャードがあったのにっていうことなんですけども、レベル26なんですが、 30% ブーストがあるので、もうこれでいきます。で、スキルの方も悩んだ。でもこれで一回行ってますので、この後どうなったかちょっとお話ししましょう。で、どこですか、これですか。片手なので、盾持ちなので、ローゼルなので、ローゼル10が2個、6が3つと、まあまだ強い方じゃないかなと思います。はい、今ステージ5なんですけども、今回の敵はですね、カウンターしてくる子もいるので、全体攻撃とカウンターをね、潰すスキルと両方持っていきたいとこなんですけど、まあ、私は今回、まあ、全体攻撃だけを持ってきてますね。カウンターの子が来たら、パリングで避けるっていう手法でちょっと行ってます。全体攻撃がある方が、ちょっと攻撃がっていうか、時間が早いかなとか思いつつ、こういう時ですよね。カウンター、でもこれめちゃくちゃ厳しい。もう厳しいんで、これは危ないんで、バルシラを使います。危ない。どうしようかな。今回一番難しいコース、ちょっと難しいですね。いつももうちょっとスーっていけるんだけど、スキルが難しい気がする。あ、ちょっと戻って。ボスですよ。問題はボスが、倒せるかどうかですね。クロラペルと引き玉で行ってみます。この後ろの AHL 球力 AIH か。それが多分強いんだと思うんですけども。あ、ちょっとここで様子見。この人たちもカウンターしてくる。してくる。カウンター崩すやつ持ってきた方がいい。全体攻撃弱いね。やっぱ長剣じゃないから無理か。こっちの方が早いかな。パリング？パリングですか？きついですね。え、ボス倒せないか。なるべくベゴラ使いたくないんですけどね。え、これ特攻武器間違ってないですよね、私。ダメだね。これは、ベゴラですね。ベゴラですね。すいません。きついよ。ちょっと、
ついパターンのイベントでございます。結構ね、こんな感じでイベントのミッションいいものがたくさんもらえるので、しっかりと交換した方がいいですね。はい、もらえますね。で、上級の方は行ってるんですけど、初級中級は今回時間なさそうなので回ってないです。もらえるのが黒ラペルだけなので、まあラペルの種がね999個あるので、ちょっと今回はスルーしようかなと。まあ、ちょっと見に行く時間があったら行こうかなっていう感じですね。後ろの背景がちょっと違うんですよね。はい、いろいろ三原さんからのメッセージがございますが、隠し通路、これ話聞かないと出ないんかな。ずっと出てなかったよね。別ステージ行きたいんですけど、みんなを連れてね、ちょっと連れて行くとお金かかっちゃうから、私はいつもソロなんですけどもね。え、上級の話してますね。ほら、隠されたり、なんかあるんだろうな、行きたいな。ちょっと話を戻しまして、私がエルニア時間を止めている時にですね、ロイスちゃん、初代の血を受け継いでる方なんですけども、今の奥さんのね、ジゼルちゃんのおばあちゃんにあたるんですよ。なのでちょっとね、なんかうーんって、初代の血を受け継いでるってだけは結構来るんですけども、ジゼルちゃんのおばあちゃんということで寂しいですね。ロイスちゃん、あ、行ってしまわれた。ジョナサンの服をそろそろ変えなきゃいけない。結婚式の服着てるからね。まあでも派手にガノスを見送るのもいいかもしれないね。ご飯を食べてるんですけども、今日は試合の日なので、はい、そうですね、試合の準備を忘れないようにね。そう、ちょっとね、ご飯の時のセリフが変わるんですよね。はい、試合に遅れないように。まあエルニアではね、ほぼ強制移動なんで 99% 大丈夫なんですけども、何かの事件があって見に行けないこととかね、行けないことがあったら嫌なんで、いつもその時間にはなるべく行くようにしてます。昔のトラウマですよね。オルルド王国とかプルトンの時とかは本当に行かないと試合欠席扱いだったんで、そういうのがちょっと残ってますね。あ、ミルクあげなきゃっていうことで、今33なんですけども、いつもね、赤ん坊にミルクあげてないんですけど、ちょっと今回はね、クラリッサさんにね、ミルクあげようかなと。クラリッサさん言いにくいんだけど、ちょっと気に入ってんのもあるから、クラさんって呼ぼうかな。まあ、クラさんには、ちょっと私、この子に乗り移ろうか悩んでる、乗り移りたいなとも思ってて、6代目をね、クラさんにしようかなと。二人がつけた名前がね、結構来てるんですよね。いいなって。あ、みんな、いっぱい来てる。でミルクもっとあげたいんだよ、こっちは。なんか3回ぐらいあげれるよね。気のせい。なんかいつも適当にあげてるんだけど、いつも、大きくなってから、ドラゴンドロップとか食べてたから。すごい悪い子だったから、いや、赤ちゃんの時からちゃんとしてあげないとね。はい、結婚式呼ばれたんですけども、誰だっけ、多分友達。なんかほんと、毎日のように呼ばれるんですけど、誰だったかなってね、時間空くといつもこんな感じになっちゃうんですよね。おめでとう。二人ともおめでとう。なんか、ちっちゃい時に話しかけてくれて友達になって、そのままずっと仲良しとか、友人のままっていう人がいっぱいいるんですよね。結構参列してたね。農館の仕事をもうやめるので、なのでしっかりとね、仕事しようと思います。いつもサボってたから、いつもやってなかったから、ちゃんとね、頑張って働こうと。父さん、仕事中にも話しかけてくれるな。あ、デイビッド君も、兄貴って言ってくれる。でも、ロキ君もタピオカ姉ちゃんのこと兄貴って言ってるし、アリピラ姉ちゃんのこと兄貴って言ってるんですよね。兄さん姉さんとかじゃないんだよな。まあいっか、仲いい感じでいっか。まあ、昔みたいに親父お袋呼びがねちょっとなくなったらしいので、あれもちょっと面白かったんですけどね。
めっちゃ可愛い子が最後亡くなる時におふくろって叫んでるっていうのがね結構ツボだったんですけどまああんまりねこの世界観に合わなかったかなちゃんと合ってますかね、仕事できてますよね。あ、もう終わっちゃったごめん、いや、なんやかんやってあんまり働いてなかった。パトリスさんめっちゃイケメンじゃないねえ。あ、次ギードね、しっかり働きます、参加します、大事ですからね。はい、皆さん、リゲルちゃん、こちらもね、リスナーさんからいただいた方だったんですけども、この可愛い可愛いリゲルちゃんが、もうね、旅立つ時だということで、寂しいね。寂しい。アリスちゃんも可愛いんですよね。旦那さんも言って、あ、いつの間に旦那さん亡くなってたんだろう。悲しい。アリスちゃんとこのグレタちゃん友達ですもんね。ルナちゃんはまだ仲良くないわ。グレタちゃん、ちょっと髪の毛いじっちゃってたんですけど、ごめんなさい。すいません。リスナーさんからいただいた方が亡くなっちゃうの、ちょっと寂しくなっちゃうんですよね。最近、ちょっと受け入れしてないんですけども、またちょっと落ち着いたらお迎えもしたいなとも思いつつ、結構私が進めるの遅いので、10年単位で山芋と付き合ってくれる方、よろしくお願いします。でもリゲルちゃんいただいた時とか、ちょっと今ちゃんと調べてないけど5年前ぐらいじゃないの、もしかしたら。下手したらね、5年は言い過ぎか、3年以上。結構アルピナ姉ちゃん話しかけてくる。あー、あとジゼルちゃんだ、行きましょう、誘われたら行きましょうお出かけでございます。でもバグってた、今大丈夫だった。はい、着きました。何食べる、お任せだよね。もちろんお任せですね。同じの食べて、あ、違うわ。ちょっとスープの色が違うわ。美味しそうだねって言ってる。ジゼルちゃんの服も変えなきゃいけないかな。あ、ポモの実と麦巻きの話してる。でも、ごめんなさい。ロキ君、うっかりね、全部植えちゃったんだよね。畑開けてないんだよね。ちょっと国民の義務を果たしてない。リゲルちゃんがなんか今グレタちゃんいましたね。はい、ありがとうリゲルちゃん、この国に住んでくれてありがとう。あ、誰も先、もうあれか、一人暮らしだったんだったっけここ。まあ、寂しいね。あ、選抜トーナメントだ。はい、ロキくんは今のイベントの衣装を着てます。お帽子はだいぶ昔に20位内入った時のやつかな。はい。アルファさんが今回審判をしてくださるということで、新しいやつ、ゲットしたやつに変えます。うん、これ。強くないけども、まあ、勝てるでしょう。これ負けたらびっくりするけど、負けても、まあ、慣れますからね、このエキスターにね。勝つでしょ。勝ちましたね。よかったです。ちょっとビビりますよね。一回負けたことあるんですよ。余裕ぶっこきすぎて。はい、そこまで。勝者ロッキー甘えもありがとうございます。あ、お姉ちゃんだ。お姉ちゃんが来てくれました。多分、王立の競技場の方には、闘技場か、の方にはお母さんがね、王様が行ってると思うんですけども、こっちは代理でお姉ちゃんが来てます。お姉ちゃんが王様になるときはちょっと服変えようと思ってます。はい。ジゼルちゃんも見に来てくれてたね。ありがとうございます。あ、次からコネエキシだ。ということで、まあ、農館の仕事は今年までということで、農館の仕事をちゃんとね、農場管理官の仕事を動画に収めておこうかなと思います。あんまりやってなかったもんね、動画にね。うん。農場 H。はい。麦の種をみんなに配る仕事をします。農場 H がどこにあるかちょっとわかんないので、すぐ忘れちゃうんですよね。ちょっと頑張って探して、行きたいと思います。ここじゃないですね。はい。はい、見つけました。ここです。では、どこだ?ここですね。はい、麦の種を、ここですね。取って、
ておきます。そしたら国民の方々がこれを受け取って植えるということなんですけども、我が家はね、ちょっと僕が全部他のものを植えてしまったんで、妻のジゼルちゃんは種を植えれないっていう、本当申し訳ないことになってますね。あーごめん、イムたちが大量に今来ていたような気がする。ごめんよ。誰も来ないですね。多分4人ぐらいでやるはずなんですけども、1人で仕事してますね。まあ朝の4刻だからみんな来てもらわないと困るんだけど、ラダの世話もしたいしね。あ、来た来た来た。アイマルさんが到着しましたね。遅いよ、アイマルさん。あ、デュークさんも来ましたね。はい、ティムさんも来ました。みんなでね、じゃあ種を置いていきましょう。すごい勢いでみんな持っていくからね。はい。まあ、私はラダの世話の方が仕事ポイントがもらえるんで移動させてもらいますけどね。はい。てかもうカウストするんで、年末まで一気にやりたいとこなんですけども、ラダの糞拾うだけでね、100ポイント仕事ポイントもらえるんですよね。で、フェルタの聖なる加護とかつけてるとめちゃくちゃポイントが上がるんで、今ちょっとね、イベント中なんでつけてないですけども、仕事ポイントすぐね、みんなカウストしちゃうんじゃないかなと。ここにも落ちてたね。一切入れるだけでもなかなかポイント上がるんでね。やっぱ農家の仕事はカウントして終わりたいとこですよね。でも昔に比べたらミルクがちょっと良質なミルクが出るのが少なくなったかな。私がやり始めた時、最初農家の仕事したんですけど、7年前、8年前はラダのミルクショーがなかったんですよね。あ、終わっちゃった。ラダの仕事してたら終わっちゃったわ、もう。実は、ロキくん今日誕生日なんですけど、ケーキ食べたいなと思って、朝ごはんに。ただ持ってないですね。作らないといけない。なんかお祝いのケーキ何種類かあった気がする。いや、あれはクリスマスのケーキだった。あ、ありましたね。お祝いケーキ、ボア。こちらを作って、自分で作って自分で食べたいと思います。はい、誕生日のお話が入ると思います。次からね、クラリッサさんも出てくるので、2人では最後かな。あ、お誕生日だねって言ってくれた。あ、ありがとう、ジゼルちゃん。おめでとういただきました。すいません、イベント期間中に動画を上げたかったんですけども、間に合いませんでした。エクストラステージは、結局1回しか行ってないですね。はい。今回のイベントは本当に難しかったし、みんながものすごい課金してました。イベント期間中に次は動画上げれるように頑張りたいと思います。まあ、課金してくださる方が増えたんでね。人数が増えてるかどうかわかんないけども、エルニア自体は盛り上がってんのかな。まあ、スチーム版も出るので、これからどんどん盛り上がってくれたらいいなと思いつつ、スチーム版ももちろん買うんですけども、スマートフォン版も私はやめずに、こんな感じでマイペースでやっていきたいと思います。ちょっと農場管理官の仕事最後入れたかったんですけども、ちょっと入れれなかったんで、イベントが忙しかったんで、次の動画に農場管理官からこの液体に仕事を転職するという動画を上げたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。